久保さんじゃ、ロシアにしましまょうか今はですねなんかロシアと、ロシアとアメリカですか,なんかもう勃発するんじゃねえかみたいなねあの緊迫してる状況らしいんですけど日本っつうのは平和ですね平和ぼけしてますよねうんなんかねまあ僕も今日買い物だっつってね、まあ、あの買い物しますけどペーペーで。 なんかまあ,ありがたいですよねうんだからその今そのね、鉄砲を持ってこうなんだ戦場に入っている人がなんかそのネットビジネスだとか、ね、YouTube だとかね <laughs> 言っている暇ないですよね。うんまあ、いあの殺されるか殺すかみたいな、まあ、状況下で、まあ、何が言いたいのかというと、まあ、日本は平和です、はい。この平和に生まれているチャンスがあるわけじゃないですか。 あとはやるかやらないかっていう、それだけで、あの、さっきね、お客さんからあの連絡が来まして、カメラ転売ね、3、4年前に始めたんですけど、ずっとやってて、で、メルカリの評価がね、800を超えたっつってね、800っすよ、メルカリの評価800、もうちょっとで1000、だから年内1000いくんじゃないかなっていう、すごいですよね。 でずっともう毎月、まあ、その人はコンビニで働きながら音楽活動をしててただその音楽活動をするためにまあコンビニで働いてるんだけども、まあ、やっぱコンビニの給料だけだときついわけですよだから何かやらないとってことで、まあ、カメラ転売を始めたんですけどずっとプラス10万ぐらいあのコンサントに稼ぎ続けてますねでなんかやっとってよかったなみたいな、まあ、メッセージ来ましたけど そう日本はね平和なんでもしこの、うん、なんだ久保さんと僕も動画こうやって撮ってますけど平和じゃなかったら動画も見れないですよ <laughs>、うん、YouTube 見れ,見れる暇ないですよ、うん、で YouTube 見れる暇があるし YouTube 撮れる暇があるし、うん、YouTube を見れる平和があり YouTube を撮れる平和がありうんでこんな ね、ありがたいお国で生まれてやらないっていうのは僕は僕はもったいないんじゃないかなと思いますね。うんせっかく平和ねもう日本もね原発を落とされましたけど当時ね食うか食うものもないみたいな蛍の墓みたいなね蛍の墓やばいですけどもうな3回か4回見て全部泣きましたけどまああれが。 まあ本当だったんじゃないかなと。まあ現実はもっとひどかったかもしれないですけどうんなんか考えさせられるもの。まあこの鹿児島もねチラン特攻隊っていう博物館ありますけどもチラン特攻隊もね僕はあの博物館行って5分入れなかったんでねなんかもう涙がねわーって出てきちゃってなんかいますなそこはね。 もうちょっとね、もう行けないな。もうまあ、また、もう一回行ってもいいですけど、ちょっと行きたくないですね。うん。あの、た、魂がえぐいですね、あそこは。あそこはね、ちょっと、宿ってますね。なんかい、い多分いると思います。多分いますね。うん。そう。そう。平和なんだからやりましょうって話ですよね。うん。まあ、やんなくてもいいんですけどね。 でもやろうと思ってるんだったらやればやれるよっていう平和なんだから。うんはい行ってらっしゃい。